いや、クズハー。あ、僕と同じ地獄だね。ようこそ。セラフのマスなので。やっぱ虹子のところちょっと。ういてぇおい、巻き込まれとるお前のね。いいですね。待ってる人いるんじゃないですか。期待が高まる。スイートバイト。甘がみた。うんですよ。見せたれよ、VTR 言ってないキザのウサギを。言ってるか言ってないかで変わるんだ。それじゃあ、おうわ、え、腹減った？ぴょん。俺、人参隠し持ってるぴょん。食いかけだけど、あげるぴょん。いいって、いいって。また別の形で返してくれたらいいぴょん。それじゃあ、ぴょん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 。あ、いっちゃった。ぴょん。あー、すごい。すごい。あれじゃない、すごい。来年からさ、こういうキザな動物シリーズ出してった方がいいんじゃないかな。ナイス。いいね、これ。助かる命があるかもしれない。ネクストイヤーキザドラゴン。お、今日これ進むね。1、2、3、4。おー、あ、クズハマスは、これ、2ターン前で情緒不安定になる。いや、長いな。長いですね。長いな。マジで楽しい。みんなとできて。もう始まってます。みんなとできて。あ、ちょっと不安定だ。よし、じゃあ次行こうぜ。不安定だ。ジェットコースターだ。さっきまで泣いてたのに。2、3、4。2023年10位2個上との年始の思い出うまかったら2枚進むクズハトの年始の思い出うまく語れたら2マス進めるよ。クズハくんさ、なんかね、初詣に行きたいってさ、エルフの森にわざわざ行ってきてさ、相談に来てくれたじゃない。なんか人間の世界の初詣に行きたいんだけど、なんか人間の世界の方の初詣だとちょっと人が多すぎて嫌なんだよねって、だからエルフの森の初詣をさせてくれないかって相談に来たの。あー、そうだね。そうでしょ。覚えてる、ついね先日のことなんだけど、だからね、あのエルフの森のね神社に案内してあげたの。そしたらね、なんかだんだんね、なんかクズハ君の耳がなんかエルと同じくらいの長さに伸びていっちゃうものだから、ダメダメクズハ君、ここにねあんまりすぎるとなんかあの耳がエルフ寄りになっちゃうからって言ってね、本当はね一緒に初詣行きたかったんだけど、あの途中でね、エルフの森を追い出しちゃったの。でもね、何が起きたか分かってなかったみたいだからね、その時には説明できなかったんだけど、ね、そういう事情があってね、エルフの森から追い出しちゃったのよ。ごめんねクズハ君、またエルフの森に遊びに来て。思い出、それは儚く自分の胸に残る。エルさん、勘違いしてるけど俺の耳最初から長い。そうだったのね。だってあなた、ヴァンパイアだものね。そうなのさ。怖いな。じゃああなたの耳が長くなってたのはエルフになってたからじゃなくてヴァンパイアだったからなんだ。ニマス進め。